どうも、生涯収支マイナス1億円分です。昨日の動画でですね、今日の弥生賞の競馬予想をしましてですね、はい。その予想が、見事外れまして、だからもし僕が馬券を買っていれば、めちゃくちゃ負けることになるんですけど、買いました。馬券を買いました。ボケー！そうですね、いろいろちょっと皆さんには申し訳ないと言いますか、昨日の動画ではですね、馬券は買いませんと、ズバリ宣言していたと思うんですよね。はい。まあ、もう今までの中ではっきり言うたの初めてぐらいじゃないですかね。買いませんって。はい。買いました。買いますよね。まあ理由としてはですね、はい、まあねえ、吉本の偉い社員さんね、次期社長ぐらいの偉い上の人にもう頼むから、もう2月の給料1円も使わんといてくれと。はい、釘を刺されて。で、もうお前金使ったら、信頼関係かかるから、粗品頼むでって言われたんですけど、はい、なぜ勝ったかというとですね、はい、僕は粗品じゃないからです。はい。なんか、ね、ネットニュースとか新聞とかなってたんですけど、この昨日の発言が。そのなんか間違えてるんですよね。その粗品、霜降り明星粗品っていう、すいません、腰振り明神かなんか、お釣りさんかなんか言う人、僕の友達なんですけど、似てるって顔。なんかそいつが競馬で僕がなんかごっちゃなってる人って、それちょっとね、誤った情報をね、影響力あるメディアで発信されるのはどうかと思うんですけど、はい。とにかくその社員に金使うなって言われたのは粗品という芸人であって、僕は生涯収支マイナス1億円くんなんで、はい。本当です。ね。まあ僕は買うよね。で、負けるよね。まあドウデュースはいいんですけど、はい。もう一頭の軸やった対抗のインダストリア。お前は賞金足りてへんねんから、もっと本気で走らんけい！すいません、口悪くて。足余しすぎ。足余すねー。もったいない！ねそねー！ボケー！いや、まあ、ドウデュースはね、2着に来て、で、まあ、それもなんかいろいろ考え方というか、僕の馬券的には当たってるんですけど、マルチやったんでね、ドウデュース2着。なんか、まあ、粗品の呪いだね。また粗品って言われるんですけど、なんかまた呪いがどうみたいな。いやいやいや、それは知らんて。2着来てるということは、僕は追うてるから、これ呪いやっていうやつもおれば、呪い弱いてっていう文句もね、なんで4着以下に飛ばさんねんっていうわけわからん文句も来てですね、もう八方塞がり四面楚歌なんですけど、かけて32なんですけど、なんでかけるかわかんないんですけど、いや、ちょっときついね、ほんで、ボーンディスウェイって誰や！ボーンディスウェイ！レディーガガか、お前！オーナーレディーガガですか？なあ、何がボーンディスウェイのことあんねん。ほんで、昨日ナミュールは来とる！おい、解放されとんがな。出遅れてへんがな、ナミュール。以前本命にした馬や。昨日、なんちゃら賞、チューリップ賞が1位取っとるがな。まとめてボケー！今日忙しいね、俺。マジで。バタバタしとんねん。大一番や。ま、僕は競馬引退しますんで、はい。これすごいね。ねえ、残された皆さんは適当に頑張ってください。あらっしゃ。うわ！